こんにちは、大阪兵庫支部代表の伊藤大輝です。動画をご覧いただきありがとうございます。この度僕のスクール5校目として大阪府大阪市に此花校を新規開校することに決まりました。そこで今回の動画では新規開校に伴い無料体験会のご案内とスクール開校後の詳細について僕の方からお伝えさせていただきます。まず無料体験会についてですが、水野フットサルプラザ舞島にて2月の20日土曜日と2月の27日の土曜日、2月の28日の日曜日の3日間各18時から20時の間で無料体験会を開催させていただきます。申し込みはこちらの RWS ドリブル塾の公式 LINE からお子様のお名前、学年、電話番号、ご自宅のご住所と最後に体験のご希望日を記載してご返信の方お待ちしております。スクール開校後の詳細は4月より毎週平日月曜日の18時から20時の間で体験会と同会場でスクールの方を活動させていただきます。 RWS ドリブル塾では一見派手なドリブル技術が動画で目立っている印象が強いと思うんですが、実際にスクールではボールの持ち運び方、ドリブルの仕方、ボールの置きどころにこだわった練習だったり、特殊なタッチからフェイント技だったり、パスをもらってからドリブルの練習、ドリブルからのパスの練習だったりと、とにかく本当に幅広い部分の練習をしております。どの学年どのチームにでも必ず通用するこの技術というのをお伝えさせていただいております。そこで技術はもちろんなんですが、僕たちが大事にしているのはマインド、心の部分でもありまして、いつも RWS ドリブル塾で大切にしていることなんですが、もうやるかやらないか、自分の好きなことをとにかくやっていって、その選んだ道を正解にしていくということをとても大切にしておりまして、そちらの部分も僕の経験をもとに僕の、スクールで実際にお伝えさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。体験会お待ちしております。